球みたいな。はい、お待たせしました。これより2回目のですね、車体移動デモンストレーションを行います。門型クレーンで車体を吊り上げ移動するという迫力があるものですので、どうぞご覧ください。それではよろしくお願いします。車体上げは4名の作業者で行っております。1名がクレーン操縦、無線式コントローラーで行っております。笛の合図する指揮者を含む4名が車体のジャッキ受けにクレーンのフックをかけ慎重に行います。笛の合図は車体上げ、下げ、移動や停止、それぞれ吹き方が変わりますので、そこも気にしながら見ていただくとなお楽しめると思います。ではこの電車について説明いたします。東武急線系です。通常は東武東上線で運用しており、現在の東京地下鉄メトロ有楽町直通用として1981年、昭和56年試作車10両が登場しました。東武鉄道の車両で初の10両固定編成であるとともに、車体は軽量ステンレスを使用しております。この電車の名前でもある車両番号は第9006号車、9006号車になります。1987年に量産車10両編成6編成のうち増備されたうちの1編成となっております。現在は東上線から東京メトロ有楽町線、副都心線、東急東横線、横浜高速鉄道みなとみらい線の直通運転列車として活躍している車両でございます。この車両でありますが、この車両重量29トンであります。この黄色い釣り具ですね、の形が門に見えることから門型クレーンと申しております。このクレーンはですね、45トンまで持ち上げることができますので、29トンですので、まだまだ余裕がある、あります。車体の下にはですね、100ボルトの蓄電池箱、車間にあります連結器、AT 用の受信装置、またブレーキ制御装置や空気配管、また各圧縮空気のタンクですねがあります。なかなか駅ホームではですね、見ることができない機器類が見えると思います。じっくりとご覧ください。
ちに来るんだって。見える電車動いてる。見えた？ん？見えた。見えてる。戦闘じゃないっすね。どこが？ああ、そういうことか。パク、電車の下が見えるね。それでは車体を下ろします。通常ですとこのまま下げて片方ずつですね、上り下り片方ずつ台車にはめていくわけですが、本日はデモンストレーションということでここまでの作業とさせていただきます。それでは上げてください。それではですね、元位置に戻していきたいと思います。移動をお願いいたします。
それではですね、このまま元に戻します。以上ですね、車体移動デモンストレーション2回目を終了させていただきます。ありがとうございました。